オリキャラ作ろうプロジェクト、顔モデリングコンテンです。実際の制作現場では立方体から顔を作るということはまずありません。ご提供いただくサンプルモデルを活用することも多いです。単純に作業時間の短縮という面もありますが、プロジェクトの世界観を理解し落とし込むためにもそれは重要です。しかしながら今回立方体から始めるこの練習はモデリングの基礎力を養う上でとても有効だと思いますので、一緒に楽しみながら進めていきましょう。立方体にスムーズを1回かけて、顎部分の位置を大まかに決めて、首を押し出しで作って、目の位置を決めて、顔の下半分を押し出し、オフセットで口の当たりを取ります。まぶたのフェイスを選択して、押し出し、オフセット、ここを後に細分化、まぶたを作りますね。額から口角に向けてエッジを追加、胸骨筋の流れです。少しずつ分割していきます。一気に割りを増やさないようにね。エッジを追加して形状編集、また分割が足りなくなったらエッジを追加、そしてまた形状編集、その繰り返しです。大きく動かすときはソフト選択でね。後頭部を広げます。頭部は上から見たとき、前より後ろの方が幅が広いんですね。あらゆる角度から確認しながら形を整えていきますよ。エッジループを追加したらエッジの間隔を整えます。エッジフローの編集ですよ。まぶたにエッジループを挿入、押し出しで鼻を作っていきます。鼻筋のエッジを上方に通します。小鼻を作る位置にエッジを追加、口の立体を作り始めます。ご覧いただいている通り、頭部全体をまんべんなく調整していきます。耳以外は一つのパーツを集中的に作ることはありません。首と頭蓋骨の境界、僧帽筋停止部の位置を決めていきます。エッジを追加してフェイスラインを調整します。このポリゴンの分割について繰り返しになりますが、一気に細かく分割するのではなく、少しずつ必要なタイミングで分割を増やすようにすることで楽に編集が進みます。あらかじめ細かく分割しておけばどんな形状でも作れるよね。で、先に細かく分割してしまうと編集が大変なことになります。慌てず騒がず、ゆっくり細分化です。エッジフローの編集で随時エッジ間隔を鳴らします。今耳を編集してますけど、ディテールの編集は一本の動画にしようと思っています。ここでは頭部全体の編集の流れをご覧くださいね。
上がりすぎてたので、耳を下に移動して周辺の調整位置や割りも変えます。小鼻を押し出しで一体にしていきます。エッジを追加、尾線や尾翼に丸みを持たせていきます。ここまでご覧いただいてわかる通り、正面、側面、斜め、煽り、俯瞰、あらゆる角度から見ながら編集してます。特定の角度からの見た目で集中的に編集をすると、別の角度から見た時の形状の破綻に気づかないですからね。そして分割は必要になった時、必要なだけ行います。分割でできたエッジ感のピッチの乱れは随時エッジフローの編集で鳴らします。このモデルの目は Q で作ってますけど、ゲームの世界観を含めたデザインによっていろんな作り方をしますよ。目の大きなデフォルメキャラに球状の目を入れると Z 方向に飛び出してしまうので、顔の面に沿った平面的な目を作ったり、白目を棒状に作ってその前面に薄い黒目を浮かせたり、さらにハイライト用の板彫りを配したり、いろいろなゲームのキャラを見て真似て試しながら作ってみると良いと思います。上から見ながら、まぶたの立体や頬の膨らみと、それにつながる鼻や口のラインを整えます。眉間の出っ張り、鼻根の高さなども合わせて編集していきます。眼輪筋、口輪筋周辺をエッジフローの編集で整えます。この角度からの見た目で立体の修正をするのはとても重要です。VQ 作ります。この角度から見るまぶたの形状にも気を使ってます。
形状がおおむね整ってきたら、非平面ポリゴンの三角化も形状編集と並行して行っていきます。いろんな角度から見て、破綻が起こっている四角ポリゴンを三角化します。静止時だけでなく、アニメーションが入った時のことも考慮しながらね。両方成立させるのは難しいけど、口の中を作るため上下の唇境界のエッジを押し出して内部に空間を作ります。さらに口内形状を編集したら、歯と歯茎、舌などのパーツを作ります。ここでは省略しますけど、アプローチの仕方はご理解いただけたと思います。下まぶたと頬骨の関係も大事、三角化も注意して行います。これくらいの段階で UV 撮ってテクスチャー描きながら微調整を続けることになります。ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったと思ったら、高評価、チャンネル登録お願いします。以上、マヤハックでした。